今日ずっと嘘ついてた。しかもお休みメールで送っちゃったから、こっちはね崩れちゃった。もう公演中も崩れてたんで、こっち綺麗です。ガラスありがとうございます。今日 TikTok 撮りました、ありがとうミキと。いつか上がるかと。モッピーのね TikTok も上げたいんですけどね、忘れちゃうんですよね、忘れちゃうんですよ上げるの。くまちゃんが鎌倉に入ってるやつありがとうございます。今日の MC やばすぎる。今日の MC やばすぎるんだけど、素敵な意味で。素敵な意味で。そう、前髪長くて今日本当は切ろうと思ってたんですけど、時間なくて切れなかった。明日切りたいけど、早起きウィークだったんですけど2週間ぐらい、明日は休みです。明日めっちゃ休もうと思って、まあ、ちょっとだけシャッフル声の練習するんですけど、お家でずっとお家にいようかな、めっちゃ休もうかなと思ってる。明日なんかめっちゃ寝ようかなみたいな。だからなんかカステラ買ってきた、ローソンのカステラさ、ザラメついてて大きめの、今4日連続ぐらい食べてる、言い過ぎ3日連続ぐらい食べてます。毎日カステラ食べてる、3つ入りのカステラ。毎日食べてます。そう、今日結局トナカイやってたしね、サンタになりたかったんだけど、サンタさんになりたいんだけど、で今年もし公演する機会があればクリスマスにぜひサンタ希望で。サンタ希望ですね私は。そう、なんか昔よくねじりハーフツインとかやってたんですけど、めっちゃ久しぶりにやった。でもなんかシャッフル公演も踊ってみたりしてるんですけど、 S 公演楽しすぎてやばい、一番好きかも S 公演が。でもなんか曲が好きとかは K2 とか曲好きだし、 E も好きな曲いっぱいあるんですけど、ミオが S 公演好きな理由は全力系、なんか昔の公演に一番近いから好きなんだなって思った。なんかねおしゃれじゃないですか、時間がないとか、まあチーム E もちょっとおしゃれじゃないですか。 S が一番なんかダンスがね、ダンスの話、ダンス含めてあの体力の感じとかもなんか一番前のオリジナル声に似てるなみたいな、あ、まあアンナ先生っていうのもあると思うんですけど、っていうのがあると思うんですけど、そういうのも含めて結構好き。なんかもう普通に死にそうだもんね、頭曲とか本当に出たすぎてやばい。シャッフルあるのに、シャッフルあるのに S 公演めっちゃ好きだな。ね、誰今日 MC でシャンシャン BGM つけてくれてたの誰。ね、なんか高いツインテールもしようかなって、前セーラームーンをねミキとやろうとして、ミオ失敗してクマにしたんですよ。そう、結局だから結局やってなくてツインテール、多分高いの今年やってないかもね。本当に S 公演楽しみ。ね、あんな先生だからですよね。なんか本当になんか
あの感じがいい。なのにいろんな種類の曲があるっていうのがもう素敵だし、ユニットとか練習してるとえ E とか S とかのなんかもうグレートさん、うん、すごいなってマジで思う。普通にね、あのプライベートでクリエイトさんすごいねっていう話をうちらしてるんですけど最近2回したユニットの練習の時とシャッフル公演の、あと横浜出た時、もう横浜の振り付けのね理由をね聞いたんですけど、ここはこういう振り付けでこういう意味があってとか、なんかもう天才じゃないですか普通に考えて。いや本当に S 公演の全体曲いいいいなマジで。でも毎回あれやってると体力つきそう。なんか全然違う大変さ、あ体力の大変さ。そうユニットは今多分全チームクリエイトさんなので振り付けすごって思う、まあ、まずこんなに種類があるのもすごいし全部に意味があってすごい。あと誰とも被らない振り付けですごい。いやーすごいな だって S 公演は頭4曲でもう SKE を感じる、全力で踊ると。なのになんかね衣装は現代っぽくてかわいいS の冒頭と制服の目の冒頭どっちがきつい？でも覚えてないんですよね S 公演2回しか出たことなくて、その1回目は記憶飛んでるのであんまり覚えてないけど、2回目しんどすぎて多分 MC で見よう、こんなに汗かくとはみたいな自己紹介で言った気がするんですけど、制服の目もやばいね。しかも制服の目のやばいところは合格キスっていうなんか優しそうな曲挟んでるのにもかかわらずしんどい。振付師になってみたいって思う？思わないかな。振付師になってみたいと思わないけど、そのソロ公演やった時とかもだけど、自分で振り作るのは割と好きです。ソロ公演結構自分で勝手に振り作ったんですけど、あれ楽しかった。めっちゃね、ジャックめっちゃしんどいよ。まあ、ユニットはもう結構ちゃんと見ていただきたいです。 S 公演なんてレアですから、全部レアなので S 公演見てください。あーいつか言ってたわ。でもキョウちゃんが MC で We Are が一番しんどいみたいな体力。どうだろう。
みんな言ってるんだ、 MC じゃない、ショールームとかで。ジャックの後のサーフしんどい、みんな言ってるじゃん。え、わかる。でもジャックの感想って結構えぐいよね。でもなんか体力とかを考えずに作りましたみたいな感じがする。すごいめっちゃ褒め言葉、そういうのが好きなんだよね結構。あとなんか左右とかも考え、なんか左右違うとかあるじゃん、列で振りがね。あれって結構大変なんですよ。1番は右からで2番が逆になっちゃってみたいな、列が変わってみたいな。それめっちゃ多いです。公演結構 K2 公演作るときはそれを配慮して作ったというか、なんかあでもここ振り変わっちゃうから、じゃあここ、この立ち位置で変えようみたいな感じでやりながら公演作ったんですけど、私が作ったわけじゃないんですけど、 S 公演はお構いなしです列変わるって、列が変わることによって振り付けが変わるやつとかも、もう関係ないもんね。もう練習すればみたいな感じ練習すればできるでしょみたいな感じだから、進歩時大変そうだなって勝手に思ってます。いや、いいですね。素敵ですね、本当に。左右逆めっちゃ多いね。公演の違いが出すぎて、ケツと。いや、いいなって思いました。出たよー。楽しみだな、明日。お家にいるの。大好き、おうち。最近早上がりする日もあんまなかったので嬉しい。でも練習はシーライトなのでS はね、もう レッスンというか合わせみたいなしたので、いいもん練習するとこして、あ、筋肉痛なってないんですよ。今日みんなね、筋肉痛って言ってたけど、みゆ筋肉痛なってない。あ、でも全然リハなくて、アンダーみたいな感じに近いか。自分たちで覚えて合わせみたいな感じ。だからみんな自分で覚えて合わせって感じです。でもなんか今のこの短期間で2公演覚えてるわけじゃないですか、皆さん。だからあれだけど、若干時間あるので自分はそう、この一気に2個っていうのがね、多分皆さんあれなんですけど、私若干時間あるので、まあ逆にね、逆に夏とかにとか年明けとか時間なかったって思うと、その分がね今気持ち的にあれなの、楽なのかなとか思いながら。くまちゃんありがとうございます。鎌倉くまちゃん、だって毎年年始って結構遊びに行ってるんですけど、旅行とか1月2月ずっと踊ってたもんね。
I love you もありがとうございます。夏とかもね、そう思うとたまちょっとぐらいはちょっとぐらいはまあ、ね、眠っちゃおうかなみたいなちょっとぐらい眠っちゃおうかなって。でも練習しないとあれなので、特にスとかはね全然慣れてないですから、まあ、本番までに練習します。頑張った、ありがとうございます。毎年暇な期間と忙しい期間、暇ではないんですけど決まってて、その期間に毎年旅行行ったんですけど、今年は結構ずれたかも。でもあんまメモとか取らなくて、全部あの振りとかは体に入れるタイプだから、理科とかミキとか映像を見るんですよ。でミは映像を見てる間に先踊っちゃうタイプ、先動かしちゃうタイプですから。大富豪は時間決めずにやってます。なんか時間決めずにやってる公演前もやってる。そう、体に染み込ませるタイプ。まあ、一旦ね、まずなんかシンポジウム覚える時とかも一旦振り全部バーってやってって感じで、後から定点見てって感じ。先に自分でもうバーってやっちゃいます。後で調整しますあ、こここうかみたいな感じ。そう、時間決めずにやってるっていうと、やってなくてもバレない。だってあのランキングを見てくださいみおたん上位にいるのでランキングを見てください。でも研究生の時は振り覚える時なんかスローにしないと覚えられなかったんですけど、加入した時、今は普通の速度で覚えられるようになりました。普通の速度で映像見ても何やってるか分かるようになりました入った時はもう全部スローにしてたの、もう踊りが追いつかなくて。何回通したら体に染み込む？分かんない。なんか染み込んでると思っても何回もやっちゃうなんかずっと踊っちゃう。初めてやるやつとか、新しく久しぶりのポジションとか、時間があるときはね。2倍速やばい。10期生有能な行為だって。有能じゃないですよ10期生って。のみんな心配性のみんな心配性で、 K2 の10期とかはもう心配ですから、やっぱ練習しないと心配ですから。そう、マジで人によって覚え方違すぎて。でもあさって公演なんですよね、また。でも10期の8人で公演やってた時の
フラワー、心にフラワーとか、なんかユッキーでシングル披露してたやつめっちゃ好きで、特に心にフラワーなんですけど、好きすぎて映像を残してる、いろんな映像残してる。ペテもリハブもいいんですよね素敵なんですよね。そう、あさって時間がないです、公演時間がないんじゃなくて時間がない公演です。確かにシャッフル前は最後なので、あさってが300回らしいです私。そう、あさってがね、メールにも書いたんですけど、あさってが300回らしい。噂ではね、あ、恋打ちフラグも、ユッキの恋打ちフラグも、心にフラワーも好きだった。こう劇場でやる、なんか早いか遅いかわからない300回、そのなんか何もわからない何もわからない、どっちも思わない、そんなにとも思わないし、まだそんなけとも思わない。何も思わない。まあでもほぼ出てないもんね、最初の2年ぐらいはね。素敵な数字だな、300ミオだし、30丸だし、でもなんか後半めっちゃ公演少ない気がする、今年。しかも K2 公演って結構正規メンバー出るじゃないですか、毎回毎回誰か出演してくださってるんですけど、 E と S は少なくて、正規が出ることって割といいなと思ってK2、 自分が K2 じゃなかったら、 K2 でこんなにたくさん出られたらめっちゃ嬉しくない？え、そう、みよ昔にひーみよってめっちゃ遅くやってたんですけど、どんどん早くしてるの知ってましたどんどん早くしてってるんですよ実は、もっと遅かった。え、なんか DMM でリバイバルされてるやつさ、石津とカノンとミオの最終ベルだっためっちゃレアじゃない？しかもね、水野さんエゴ散歩時間やってて、レア、めっちゃレアです。え、うん、普通に出た日かな、スクランブルの日かな。え、ついていけてるんだみんな、なんかみんなついていけてないのかなとか思いながら見てたんだけど早くしてるんですよ。
匂いにさんでるめっちゃ練習しましたって熱心。そう、なんか自己紹介というかキャッチフレーズ長いなと思ってどんどん短くしてる、あの速さで短くしてる速さでカバーしてます。ね、カノンが K2 出てるの1回とか2回とかじゃない、わかんないけど、しかも一緒に出てた。え、メンバーが追いついてなかった？嘘やっぱ慣れてないからか K2 じゃないと。でも左で24130はできないか。4くらいで諦めてます。諦めないでもらえますか。あとこれやるだけなので。え、そう、なんかめっちゃ24130が大好きなマネージャーさんがいて仲良しだったんですけど、そう、いつも会うたびにね、西見を、あ、なんだっけ、24130、でもなんかキャッチフレーズやってるのあんまなんか得意じゃなくて、キャッチフレーズやってる時間ちょっとね、もともとなしにしたいなって思ってたぐらいだからでもなんか絶対にキャッチフレーズないとダメですって言われて仮で作ったんですけど、今も仮なんですけど、あれなんですよね、みんながあまりにも24130好きみたいななっちゃって、ファンの方もスタッフさんも、だからなんかやめられないんだよね、普通にやめられないんだよね。ふうに命かけてます。だって嬉しい、そこめっちゃ言ってほしい、言ってくれてるけどみんないつもいっぱい言ってください。自己紹介の後のみおちゃんって聞くのも好き。そうだからやめないと思う、キャッチフレーズやめたいけどやめないと思うでもトーク会とかお見送りでチャレンジする方も結構います。24130チャレンジ、あ、ふうはね言うなって言ってない、ずっと言ってって言ってて、にしみよのところが最初みよしか言ってなかったんだけど、好きにしてってもう言うのになった。ふうはね初期からあります。そう、なんか全然仮のつもりでキャッチフレーズ披露したらみんな知らない間に24130っていうのがなんか思いのほか広がってしまって、 SK の中でやめれないよねやめれないよね。今のところでもちっちゃい時から使ってるんですよ、24130は。ママがねよくやってたんですから。ママが西美代を結構昔から数字で表したりしとったんよ。
だからって感じ。ママが前から使ってたミオの名前をね、ママの名前じゃなくてミオの名前をね。そうなんです。今日1時間ぐらい配信したかったのに間に合わなかったフフフ。髪色可愛いな。いや、なんかオリーブ染めたてよりも染めた後、染めた数日後の色の方が好き。でもなんか明るい髪とかの方が好きですって言われることめっちゃ増えて、ファンの方もメンバーも。まあでもわかる、黒があんまり合わないっていうのは分かってるんだけど、でも黒が好きっていう方もいますけど、明るい髪好きって方もいます。劇場公演の300回、次の公演ですね、7日の公演で。ミュは黒い髪好きなんですけど、似合ってるか似合ってないかで言うと明るい方がいいのかなとは思うけど、黒髪の方が好きだなって思います。好きと似合うが違くて困ってる。何でもいいんだけど急に何でもいいんだけど。あ、でも里川さんはミュの黒髪が好きなんじゃなくて黒い髪の人が好きなんですよ。そうそういうこと。そういうことなんですよ。まあまあまあ、どっちも好きっていうのは分かるんですけど、みんなまあまあ、そんなそんな、みんなが、まあ、暗い髪も明るい髪もうちのミオタも好きだよみたいなのを今早急に伝えたいってことは分かってるんですけど、でも加入した時はもう染めてたからね、加入前から。研究生の時も黒にしてました、染め直してた。あ、なんか新しいギフト好き、そう染めてたの。別に言われてないけど、何にも染めてねとか何も言われてないけど、研究生の時自ら黒にしてた。ショールームは送ってもいいギフトなんか出てたねなんかプレゼントに関しての案内出てたね。取り入れるの早、ショールームは OK ですショールームは OK です。公式のギフトなので公式のギフトなので、大丈夫です。でもそういうギフトがあるの知らなかったね。じゃあちゃんと読んでないからわかんないけどなんか知らない名前がいっぱい出てた、知らない単語が。スクショタイムしとこう、忘れそう。てかなんかあったかい今日、いつも帰ってきてすぐ暖房つけるのに、いなくてもあったかい。スクショタイム、I love you、 ありがとうございます。
今最近ハマっている紺色のパーカーです。でも暖房つけ忘れしばらくしてないかも。1年ぐらいしてないか。今日もバブル送りました。動画を基本的に送ってます。日常動画を送ってます。言いたいことありますか。いつもミオが言うやつ。なんかあるかな。ないですないです。でもすぐ配信すると思う。今日バブルの動画撮って「わら」ってしたら「これいいですよ」って言われた送っていいですよって。でもあさって本当は公演だから配信したいけど、次の日めっちゃ早起きなので多分しない、多分というかしないんですけど、明日できたらしたいけど自分次第です。明日はミオの生き方次第って感じ生き方次第なのでちょっとまだ分かりかねますが、公演の日はなしで最新あさっての。猫ちゃんもありがとうございます。そうミオの生き方次第でちょっと変わってくる。そのやらないといけないことをやっているかとか、そのビジュアルの感じとか、なんか明日の私次第なので、そうちょっと分かりかねるんですけど、あ土曜日なのか、配信すんのあり早上がりやん。土曜日公演早上がりじゃん。ちょっとまた話変わってくるね。まあ一旦未定ですね。まあでも近々やりますっていう感じです。うわー土曜日じゃん、嬉しい。早上がりじゃん。まあでも早起きだからな、眠りたいけどな。人間ね、誰しも早上がりは好きなのと思ってるので、早上がりだよいつもより。そう早く帰宅することと夕方とかに、私いつもより早いことを早上がりって言うんですけど、17時間は早上がりです。めっちゃ、まあそれも自分次第ですねでもめっちゃ早起きなんだよな次の日。まあまあまあ、で鉄ナもありますね12日には。見てください、鉄ナも見てください。ユニットあれやりますユニットあれやりますので、ちょっとみんなねシャッフル声の練習してるから。ご飯とかもなかなか行けなくて、なんかミオバブル24時までって言い過ぎて、本当に24時までなんだけど、みんなの携帯がおかしいわけじゃないですよ。あれってなんかリアルタイムで届くので、ミオが送信って言ったら届くので、みんなの携帯がおかしいわけではないことだけ伝えとくけど、24時までだよってことも伝えとくね。公園も巻こうとしてる。だってそこまで早上がり好きではないかも公園巻ける人ではないかも。あまあ時差とかはあるかもね。うん、なんか時差とかはあるかもしれないけど、まあ、みんなの携帯がおかしいわけではないので安心してください。まだ12時かって安心してる。だってあミオのバブル来たらまだ12時かみたいな。
そうだからみんなの携帯は普通です。だからバブルに言わないでね、その問い合わせとか絶対しないでよ20時以降もなんか届くんですけどみたいな、私の携帯がおかしいですかとか問い合わせしないでください。正常なので軸が歪んでるだけなので、今そんな気に気にしないでいただいて朝の5時から24時までなので、バブルちゃんショールームと一緒ですね。今日もありがとう。コメント欄から見る感じもうすぐ24時なのかなみたいな今日の講演もありがとうございました。明後日もよろしくお願いします。あのさ師匠